エッケンタールはドイツ連邦共和国バイエルン州ミッテルフランケンのエアランゲンヘイシュタット軍に属す市場長。この町は市町村再編の際に多くの市町村が合併してできた人工的な自治体であり、町の名前、エッケンタールも人工的な名称である。エッケンタールという名前の集落が存在しないだけでなく語尾にタールとつく地名はこの地域では 一般的でない。この市場町は、ニュルンベルクの北約 20km、エアランゲンの東約 20km に位置する連邦道2号線沿いにある。1972年の市町村再編で、それまで独立した市町村だった自治体が合併してできた。エッケンタールは、シュバーバッハ側の渓谷に位置している。カルヒロイとクラインゼンデルバッハ、イゲンスドルフ、シュナイタハ。 ラウフ・アンデア・ペグニッツ、ヘロルズベルクこの町は、公式には17の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。エシェナウの創設者、オトナンドの記念市長役場と役場前広場、エッケンタール議会は、市長を含め25奇跡からなる。ズ柄、ガラ、近に赤い建体その中に垂直に銀の魚。下部にはそれに被せるように、青い波体。 向かって、左は赤い王冠をつけ赤い爪や舌で威嚇する黒い獅子。向かって、右は黒いアイベックス。ルター派協会ギムナジウムエッケンタールエシェナウトフォルトは、ニュルンベルクからのグレーフェンベルク鉄道沿線に位置する。かつては、この他に、ゼイクンベア鉄道エアランゲングレーフェンベルク線でエアランゲンと結ばれていたが、1960年代に廃止された。現在、 エアランゲンへのライトレールの建設が検討されている。エシェナウトフォルトは、連邦道 B2 号線沿線に位置する。現在、エシェナウからのバイパスが建設されている。エッケンタールには2つの週刊新聞が存在する。ニュルンベルガーなハリヒテンの週刊新聞や、週刊誌が催し物やニュースを報道している。ありがとうございます。